なんで席譲るの？え、なに座りたそう？そんな座りたそう？え、おばあちゃん？え、私おばあちゃん？え、座りたそう？え、それ全然座りたくないんだけど。え、え、なんで譲るの？え、あなたいくつ？35？譲るの？おばあちゃん子だから関係ある？あなたのおばあちゃんじゃないからね。何？うん、釣りか捕まらなくて大丈夫よ。普通の女じゃないから。なんていうか、あ、すごく最近触られるわ。全部女性専用車両になればいいのにね。あー、座りたくない。絶対あなたより私の方が座りたくないわよ。いや、あなた座りたくないって。だってあなた座ってたじゃん。座ってるく、座りたいから座ってたんじゃん。座りたくなかったら立ってるはずじゃん。もしね、もしね、私が本当に座りたかったら優先座席のとこ行く。そしたら、ああ座りたいだなこのおばあちゃんってなるし。あ、おばあちゃんって言っちゃった。でも私その普通の車両のとこにいて、なんだったらもうあの2個あっちのとこで1つ空いてんのも知っててっていう状態なの。そんな座りたそう？あー、また触られた。魅力あるんだね。全部女性専用車両だったらいいのに。何回も言えばいい。あなた、なもう何回も聞くわ。なんであなた譲るの？何、 すぐ降りるから。どこで降りんの？タレババよ。あ、高田のババって言ったのね。すぐ近くだけれども、私はどこで降りるって？巣鴨だけど。やっぱりみたいな顔すんじゃないんだよ。普通の人の、普通のこの年を重ねた状態の女性が巣鴨に行く形とまた違うんだからね。私ヒップホップ教室に行くんだから。月木のヒップホップ教室に行くんだからね。全然起きるんだから、こうやってこうやって行けるんだから。あんたできないでしょ、こうよ。あなたの中でおばあちゃんって何歳ねえ？ 75？ 私76だけど。80？ 言い直すなよ、言い直すなよ。こんな76見たことある？すごいよ、すごいよ、すごいことよこれは。まあこれはもうヒップホップじゃなくてパラパラだけどね。第3次パラパラブームとか言ってるけど、私もう第1次の時結構中年だからね。何言ってんの。あなたね、
こんなに怒ってるかっていうとね、あた妊娠してるじゃない。妊娠してる人にその席譲られるってもう相当なダメージよ。譲られる側に譲られるのよ。もう86って言われてるようなもんよ。まああんまピンとこないか。うん。え？妊娠してないの？ごめん。あ、それ男？ババも超えちゃった。菅も行く？どうもありがとうございました。